皆さん、おはようございます。ティン、では、のミラクーボーい、きんとけです。介護給付金は、まあ、半分は保険料で、残りの半分は国や自治体が負担。これ、前も紹介したものでございますね。はい。特別徴収というものがあって、年金が、天引きが原則されるそうです。第1号の場合ですね。はい。第2号はちょっと違うんですね。はい。確かに、お金市町村による違いもございますね。はい。いろいろ調整してますし、調整交付金とかいうのはね、25%国が負担。 5%は調整交付金ですね、はい。財政安定化基金というのはね、これね、市町村の介護減財産によって、まあ、区分されるそうでございます。都道府県市町村3分の1ですね。国とかいろいろ。要すこれ政治家も大変ですね。いろいろと。対応すると利用ができないんです。もう、負担がかかっちゃいますよ。そりゃあね、はい。食費や居住費も全額負担、もう大変なものです。 まあ、医療負担、まあ、多少だと月1万円。従来型だと5万円。ユニット型準だと5万円。個室だと6万円。食費だと4万2千円。これ難しいタイプとしては、対象は部屋2人以上。従来はユニット型でないが施設の個室。まあ、ユニット型準は、えー、12以上で、まあ、隣と完全には独立しない。独立なのがね、ユニット型なんです。いやー、驚きましたね。<laughs> はい。 いろんなお金、保険料とか、利用料、いろいろなお金にもかかるそうでございます。利用限度額、確かに一番に負担できることでの限度額、いろいろですね。これ難しいもんですね。はい。というわけで、えー、保険料と、えー、保険料といろんな費用でした。バイバイ。